願いします。ようこそフラッグポイントへ。でも見ていいですか。はい、ありがとうございます。おこれあれですよね、ヒューチラのデザインのやつですよね。すごいですね、これだからオリンピックのあれ、あ、これですよね、オリンピックの。結構音速軽めで踊りやすそうですね。まさかこの伝説のライターがね、ここにちゃんとジャパンって入ってるんです。あ、これもフューチャーロゴですね。あ、ジャパン。ヒップホップを感じさせるこのスプレーのこのチラシみたいな、フューチャーっぽいとか、ちょっとこのなんかちょっと緩さがなんかそこをよく、お、これオフィシャルで採用するんやみたいな、なんかすごいな。ちょっとテンション上がりますね。なんかヒップホップカルチャーとホニャララって地味にここに切り返しあるのなんか珍しくて可愛いですね。すごい大好きなんでこれもちょっと絞りついてるんでジャムこれですね、ブレイキンジャム。おすげえ、これ B-Boy のために開発されたってやつですね。すげえ、なんかこうパッと見スポーティーだけどスポーティーすぎないこう絶妙なバランスの作りになってるのがまたいいですね。こうこれなんか それを見てる人いるのか分かんないですけど、このリフレクターになってて、多分なんかこう、なんかこうめっちゃくるくる回ったりした時に多分ここがシャキーンってなってくれって言われますかね。かわいい、いいっすね。重さもなんか別に重すぎず軽すぎず、なんかここのタンとかも柔らかすぎても結構つま先使う人も多いんであれですけど、硬めなんでそこもいいのかもしれないです。でもただ硬すぎないからメッシュになってるし、ちょっと入ってみたいですね。いい感じ。これちゃんといいですね。これ今めっちゃ若い子流行ってるタイプの折りの編み込みの。これすごい、え、すごい。ちょうど折った部分とこうちょっとこう合うんですね。ちょっとワクワクしております。はい。はい。というわけで、いや結構。いいっすね、なんか普通にシルエット良くて、なんか今の感じ結構踊れそうっすね。余裕です。この T シャツもロンティーもめっちゃなんすか、別に音質がすごいこう超厚手ってわけじゃないですよ、ここないんで通気性もいい感じなんで多分動きやすいと思います。Meow.